よ。取れたよ。それ。せーの。よし。どうしようかな。どこに入れようかな。何を入れよう。さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。うわ、どれがいいかな。ちゃんと考えないとね。ちゃんと考えないとね。何を入れるのがいいかな。どこ、何を入れるのがいいかな。ちゃんと考えないとね。うわ、いい感じが。どれがいいかな。どこにしよう。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。とりあえず、なんか入れちゃうか。次はどう、何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。うわ、いい。どれにしようかな。とりあえず、なんか入れちゃうか。さあ、
何を入れよう。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。うわ、いい、どれがいいかな。休んじゃおう。ふんふんふん、クラウディア君、我がアトリエにようこそ。それ恒例がなんかなの？ご自慢のアトリエにお招きいただき光栄でございます。錬金術師ライザリン・シュタート様。クラウディアまでノリノリか。それよ、そういう反応が欲しかったのよ。本当男どもはさ。本当に今日は招待してくれてありがとう、ライザー。旅暮らしだとここまでしてくれる友達もいないから。あ、そっか。ここに招待されたからにはクラウディアも正式に俺たちの友達で仲間なんだぜ。何の正式よ。まあでもそういう感じなのはわかるかも。私の友達で仲間。あの、みんな。何クラウディア。あ、そのケース最初に会った時に持ってた。うん、あの時森にいた理由話しておこうと思って。そんなに大した話でもないんだけど。そのケースが理由なの？確か親父さんには秘密だって言いかけてたっけ。うん、中はこれ。へえ、綺麗。これは笛？フルートっていうの。あの日もお父さんに見つからないところまで行ってこっそり練習をしてたんだ。そしたら魔物に襲われたと。なんでそうまでして隠すんだ。親父さん楽器が嫌いなのか。それはちょっと事情があって。いいよ、無理には聞かないから。レントもタオも無神経に触れない。いいわね。わざわざ言わなくても分かってるよ。ああごめんなクラウディア。うん、私の方こそこうして持ってきてるのに中途半端に隠したりしてごめんなさい。それよりさ、せっかく持ってきてくれたんだからちょっと吹いてみてほしいな。ごめんライザー、まだちょっと恥ずかしいから今度ね。ああそう。無神経はライザの方なんじゃないの。うるさいわね。これからも時々遊びに来ていいかな。言ったろ、仲間だって。いつでも気軽に出入りすりゃいいさ。ここ私の家なんだけど。休んじゃおう。ライザ、ちょっといいかな。お使いを頼みたいのだけど、フレッサの店でヤギ肉を買ってきてほしいんだ。気出していたことに今気がついてね。お使い？めんどくさいな。買ってきてくれたらお駄賃を出すよ。フレッサさんの店に行ってヤギ肉を買ってきます。
任せたよ。買ったら私。だと？先を売れねってのはどういうことだ？この声は。やめろ親父、こんなとこで何やってんだよ。うるせえクソガキ、いきなり邪魔しやがって。てめえどっちの味方だ。そういう話じゃないだろ。ちょっとザムエルさん、道端で喧嘩なんて。え？てめえライザーか、いつそんなでかくなった。前もそんなこと言ってましたよ。じゃなくて、なんで暴れたりしたんですか？過去のクソ店主が俺には先を売れねえと抜かしやがる。俺は客だぞ。金だってあるんだ。街道で魔物をぶっ倒して稼いだ金がよ。なのに、なんで。分かった分かった、俺が話つけるから先に家に帰っててくれ。胸くせあり、二度と来るかよこんな店。すみません、ご迷惑をおかけしました。ライザもすまねえ、嫌なもん見せちまったな。ううん、ザムエルさん相変わらずだね。ああ、酒に酔ったら暴れて、酒がなくなればまた暴れて。あれじゃ、母ちゃんが出て行って当然だ。なのに何もできねえ。そんな俺が、俺は、くそ。メント、すまねえ、仲間の前でかっこ悪い。レントの力になれればいいんだけど、今の私じゃ何も。珍しいものがありそう。どれがひ、お金が足りない。何を引き、これでいい、取引成、どれが、これでいい、取引成立。また来ます。これで大丈夫か。お、買ってきてくれたか、助かるよ。
それでおだちんは？もちろん忘れてないよ。これだけあげよう。これだけ？どっち？足りないというならもっと働くことだ。そうだ、村の人の手伝いをしてみてはどうだい？頑張って人の役に立てばきっといいことがある。お金だけではなくね。手伝いか。
よし、あった。取れたよ。どこにしよう。いいもの、できそうな予感。おお、いいか。どれがいいかな。これでいいかな。さあ、どうだ。じゃーん、こんな感じかな。なんか上達してきた気がする。Thank you.